遥か昔、魔人から世界を救ったのはたった一人の魔導士だった。彼は魔法帝と呼ばれ、伝説になった。これは魔法が全ての世界で、人々のために戦い、次なる魔法帝を目指す騎士たちの物語。100年ぶりの皆既月食か。緊急です、魔法帝、王都に賊が侵入しました。久しいな。最後に別れくらい言わせてやる。何が何だかさっぱり分かんねえ。ここ何か嫌な予感がするわ。ヤミさん、闇団長じゃない。俺は闇、闇助弘だ。このガキが闇さんだってのか。取り押さえて連れてくるだけで俺たち死にそうになったんすよ。若い団長も可愛くていいわね。若い頃から強かったんだね。お前ら俺のことを知ってるのか。どういうこと。ここにもう一人カルナって女がいたよな。準備は整った。まもなく来る月食の夜、楽しみにするがよ。カルナ、私自らの手で王都を破壊してくれる。なめるかボケ。みんなでここを守りきるわよ。ミラーズブリゲイド、燃えるね。あいつ何したんだ。本気で行く。操られてるのよ。これなら。あの女、白夜の魔眼と通じている。協力して王都を襲撃するつもりだ。まだ諦めてねえぞ。何としても守り抜くんだ。今魔法騎士団の新たな戦いが始まる。ブラッククローバーカルテッドナイツ。俺はまた助けられねえのか。